ただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から。本日をもって民主党の代表を辞任し、そして新代表が選出をされた後に総理大臣の職を辞することといたします。日本の総理が一般的に大変在任期間が短いという問題、理由はいろいろあろうかと思いますが、私は構造的な理由としてですね、参議院選挙が3年に1回、衆議院選挙もほぼ3年に1回、つまりは3年に2度の国政選挙がある。そしてその選挙の前にはですね、支持率が下がった総理は変わってくれという圧力がかかり、またその選挙で負ければ、たとえ参議院選挙であっても責任を取れという、そういう圧力がかかっていく。つまりそういう国政選挙が衆参で3年間に2度ある中で、その選挙のたびに前後にそうした交代が何度も起きてきている、こういうことに構造的な背景があると思います。